ドッコシンのタメンタインは、1981年、陝西省巡洋舰等門外で発見された。今、陝西歴史博物館にある。陝西出土歴代寺院船編王冠書、三新出版社、1990年4月収載。材質は媒水石で、高さ 4.5 センチ、広さ 4.35 センチ、重さ 75.7 グラムある。書体は楷書。18面の多面体の造形は、印学史の中では特殊な実例である。